癌で弱った体で妻が夫に残した詩のタイトルは「7日間神様お願いこの病院から抜け出して7日間の元気な時間をください」「一日目には台所に立って料理をいっぱい作りたい」「あなたが好きな餃子や肉味噌 カレーとシチューも冷凍しておくわこうして始まる7日間は身の回りの片付けやドライブ子どもや孫の1年分の誕生会にと続きそして最後の一日は「7日目にはあなたと2人静かに部屋で過ごしましょ」。う。 二人の長いお話をしましょう。その投稿が公開されるや否や、ネット上に溢れたのは羨ましいこんな夫婦がいるんだ。自分たちもこんなラブラブな夫婦になりたいという声。どれほど激動の人生を過ごせばこんな境地にたどり着くのか。

今年1月妻が亡くなり、はいはい、今はこの愛犬小春ちゃんと2人暮らしだという寂しくなった部屋の一つは妻の写真がずらりと飾られ彼女が残した手芸品を飾る思い出の間になっていた 予想通りの愛妻家ではどんな大恋愛があってあの死が生まれたのかと聞くと私今でもその二人が特別な夫婦だとは思ってないんですね普通のありふれた平凡な生活を過ごしてきた夫婦だと思ってますし息子に聞いてもまさか母が あんな詩を書くなんて、と思ったという。本当にシャイなので、普んなこと書く人では絶対ないですね。では、なぜあのような詩が生まれたのか。陽子さん、去年七十。人生の大部分を専業主婦で過ごしたが、聞けば、結婚前は、 国語の教師も務めた才女だったとはいえその後まとまった文章をつづる趣味などなかったらしいのだがそんな彼女が晩年病に倒れると突然こんなことを言い出したという「ねえ<ん>私」 今までの私たちのことを書き始めたの。<え>だからあなたも書いて。僕たちのこと。えー、そんなに変化のある人生でもなかったんですけど、私ここまで書いたからあなたも書いてと、いうふうに言いましたですね。そういったことを何回か繰り返してやったんですね。自宅療養の最中、まるで交換日記のように書かれた。 二人の物語あなたと初めて出会った日のことを覚えていますか18歳の終わりごろ、あなたは社会学のノートを貸してほしいと言いましたするとその文章に答えるように英二さんが書き足すもちろん鮮明に覚えています 君は緑色のコートを着ていました。あの頃はお金がないせいもあって、よく公園に行きましたね。日だまりの中で一緒にいるだけで幸せでした。そんなほのぼのとした思い出の中に、あの七日間へと続くエピソードも綴られていた。 私が作っていった簡単なお弁当をあなたに食べてもらい私は学食でうどんを食べたりして学校内でも2人で行動することが多くなっていきました君と出会ってから私の学生生活は一変しましたズボラでいい加減な性格のままでは嫌われてしまうとできるだけ きっちりしししようと努力しましたそこに出てくるのはすべて母のように面倒を見てしまう陽子さんとのんびりマイペースでちょっとズボラな英二さんの見事なコントラスト陽子さんの大親友だった人もいよもうやること早いパッ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 って感じ。 っ子それに対してご主人がのんびりでもういつも優しいご主人でゆっくりしててね <laughs> それは長い結婚生活中もそのままだったと語るのは陽子さんのお姉さんすべててちゃんはえあの陽子に頼ってた、はい、それからまあ,あの、まあ、お母さん のつももりでもいたと私がいなければダメでもそんな2人が築いた家庭はいつしか毎月誰かの誕生日をすべて洋子さんの手作り料理で祝うほどにぎやかな大家族となっていくなんか漫才みたいな,なんだろうおじ漫才っていうの,おのおじいちゃんが ボケってが何だろう、おじいちゃんに対しておばあちゃんがすごい突っ込むみたいな理想だと思いますああいう、うん、お父さんはもう包むようにお母さんを見ていてお母さんは自由にいろいろ動けるみたいな。そんな夫婦だったからこそ3年前の夏かなり進行しています余、ね、命2年ほどでしょうか <laughs> その宣告は2人を地獄へエイちゃんがもう我慢してたものが全部。 涙としてなって、もうリちゃんが泣くようにすがりついたと、俺より先に行かないでくれ。もう手がつけられないほど泣いたと。ごめんね。洋子もね、その自分が私の面倒を見るんだと、いうふうにずっと思ってたと、いうこと言っ,ってましたし、私もまさか一人になったらどういうふうになるか。 想像もつかなかったですからね陽子さんにはその頃から書き始めたノートがあった見つつけたのはつい最,近です最後まで夫にも見せることのなかった最後の願い「人工呼吸胃ろうなど延命治療は絶対にしないでくださいね」 陽子さんらしくきっぱりと潔い死の形でもそう書いたノートを見せられなかったのは英二さんからこう頼まれてしまったからかもしれないできるだけ生きてほしいんだまだ希望はあるんだから抗がん剤治療を受けてほしい夜 エイジが少しでも望みがあるならやってほしいというエイジへの最後の愛情だと考えてやると答えた同じノートにはあちこちのページに残してゆく夫を案ずる言葉ばかりが並んでいる「エイジへ強く生きてほしい私がいなくなっても」。 仲間を作ってて楽しく生きてしいエイジが一人でもちゃんと生きていけるように一人で遊べるようになってね。とここまでならよくある日本の典型的な夫婦の物語だったかもしれない。しかしか 昨べシャンプーしたらごっそり毛が抜けた涙が止まらなくなった,たエイジが一生懸命慰めてくれた <laughs> 日一日と体が弱っていくにつれ陽子 <laughs> さんの中で何かが変わり始めていく。あななたが夢中になって 旅行を計画している様子を見るとなんとか元気に一緒に旅行したい平治、私を支えてくださいがんのご機嫌を伺いながら大好きだった新州高峰高原への旅を懸命に実現してくれた夫まさに雲の上の花園 天国のような美しさでしたあなたには心からありがとう一緒にいられて幸せですその頃から彼女は気づき始める「栄治がいるからやっていけるのだ」と気づいた一人だったら何もできない栄治に感謝こんなに大切にされた日は 今までにない栄治のために長生きしたい支えられていたのは私の方だった私はずっと勘違いしていたのかもしれない晩年のノートにはもう声も出しづらくなった陽子さんと栄治さんのこんな筆談まで残されている。 野菜スープ作ってほしいなお願いします大根、人参、ごぼう、山芋、まあ、体に優しいものということでコンソメンだけで入れて本当に薄味のスープだったですねやっぱり美味しいって言ってくれると嬉しかったですね、うん、なん作ってきた甲斐があったなっ <laughs> そんな日々を見ていた陽子さんの親友は 本当は彼女はご主人を見送る人だっていうふうに思い込んでたからう多分我慢ならなかったと思うの面倒を見て毎日毎日ご主人にいられたってことが。でももうそれも受け入れて全て受け入れてで。 最後に思いを託すのはこの人だっていうふうに思ったんだと思いますよ洋子さんはだから最後にあの死になったんじゃないかしらこうして生まれたのがあの七日間だったもう筆を取る体力もなくなっていた去年の暮れその始まりはこんな会話だったという帰ったら一日目にはこうしたいとかあれもしたい これもしたいっていうようなことを言ってまして、でそれを聞きながらま書いていったんですね。うん、じゃあ二日目には何をする？作りかけのマフラー編みたい。そうだな、編じゃわないとな。うん、あと七日間だけ元気でいられたら。 したいことそれは特別なことでも何でもなかった「7日間神様お願いこの病院から抜け出して7日間の元気な時間をください」「1日目には台所に立って」 料理をいいい。っぱい作りたいあなたが好きな餃子や肉味噌、カレーとシチューも冷凍しておくわ2日目には趣味の手作り作りかけの手織りのマフラーミシンを踏んでバッグやポーチ心残りがないほどいっぱい作る。 三日目にはお片付け。私の好きな古フやもみどれも思いの詰まったものだけどどなたかもらってくださいね4日目には愛犬連れてあなたとドライブに行こう少し寒いけど箱根がいいかな思い出の公園手つなぎ歩く」。 五日目には子供や孫の一年分の誕生会ケーキもちゃんと十一個買ってプレゼントも用意しておくわ六日目には友達集って憧れの女子会しましょう。お酒も少し飲みましょうかそしてカラオケで「おはこ」を歌うの。 七日目にはあなたと二人静かに部屋で過ごしましょう大塚白道の CD かけて二人の長いお話をしましょうそして七日間が終わったら「神様お願い七日間が終わったら私はあなたに手を取られながら」。 静かに静かに時の来るのを待つは静かに静かに時の来るのを待つは乾杯最後のっていうのが、うん、はい 最高の奥さんからの、そういう。言葉があったんじゃないかなって思う。うん、そうですね。はい。すみません。どうも。人生の最高の人と巡り合って。素晴らしい。人生を過ごしてきたなと。思いますね。